ホワイトサンズミサイル実験場博物館に展示されるミン -23 ホークミン -23 ホークはアメリカ合衆国の冷戦ン社が開発した地対空ミサイルである。1950年代末に開発され、現在でも NATO 各国で採用されている。発射の瞬間ホークの開発はセミアクティブレーダー誘導方式の中距離地対空ミサイルとして 1952年よりアメリカ陸軍にて研究が開始された。1954年7月にノースロップ社がレーダー、下機管制装置、発射機のレーセオン社がミサイルの開発業者として選定された。1956年6月に試作ミサイルザズム A-18 の試射が行われている。1957年までに概ね開発が完了し、 アメリカ陸軍には1959年から、アメリカ海兵隊には1960年から導入が開始されている。順次改良が行われ、現在では改良を行った改良フォークが使用されている。改良に際して、当時の最新技術を取り入れ、有効空域の拡大、迎撃可能目標の拡大、撃墜率、信頼性の向上を図っている。ミサイルは、 改良段階にもよるが、役割の異なる複数のユニットで構成されている。捜作レーダーや誘導レーダー、下記管制装置、発射機、ミサイルなどのユニットからなる。各ユニットは作員により、再配置が容易であるが、イスラエル軍など一部の改良系を除き自走はしない。発射機には、ミサイル3発が搭載でき、遠隔操作により、脅威方向へ向けられる。再装填は、 M501 装填、輸送装置により3発同時に行われる。イランにおいては、イラン・イラク戦争で消費し尽くした、AIM-54 フェニックスの代替として、ホークを空対空ミサイルに改造し、F-14 戦闘機に搭載している。陸上自衛隊の改良ホークと発射基地、対空ミサイルの採用にあたっては、陸上自衛隊が、対空砲火の延長である、 航空自衛隊が無人戦闘機であるとして激しい縄張り争いが展開された。結果、ナイキ J を航空自衛隊が、ホークを陸上自衛隊が採用するという玉虫色の決着がなされた。なお、先立って陸上自衛隊が採用していたナイキエジャックスは後に航空自衛隊に移管されている。三菱電機、東芝が、 ライセンス生産を行い、地対空誘導弾改良ホークとして配備、運用しており、1965年度以降、毎年秋頃に、米ニューメキシコ州のマクレガー社場にて、射撃訓練を行っている。歴史基本型ホークが、昭和52年度から改良ホークへと換装された。昭和57年度からは改良ホークの改善、I 型が配備され、昭和62年には、 i 型よりも XM 能力などを改良した2型。平成3年度には、即居レーダー、情報調達中枢、中体統制中枢を中体式装置として一つに、まとめた3型の配備が進められた。現在では、後継として、国産開発された霊山式中距離地、対空誘導弾及び霊山式中距離地、対空誘導弾への更新が進められている。構成。 ありがとうございます。